どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回はトレバーさんで、こちらのゴールデン仕様のリムジンに乗ってパトロールしていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいいぞ、これ。すごいぞ、めっちゃ光ってる。こんなパトカー今まで登場したことがないぞ。そしてなんとこのリムジンは防弾仕様プラス、ここにガトリングまでついてます。犯人はこのガトリングでコッパみじんに撃ちまくりたいと思います。そして見てくれ、ちょっとね薄いんだけど、ここにちゃんとねロスサントス警察って書かれてます。なので本物のパトカーとなっております。この車体が全部ね金で作られてるので、めちゃくちゃ反射して見づらいんだけど、ちゃんとここにもね警察って英語で書かれてるんで、ロスサントスのね正式な警察車両でございます。こんなの乗ってるのトレバーさんしかいないぞ。それじゃあ早速パトロール開始したいと思います。後部座席はめちゃくちゃ広々してるぞ。それではこの先で追跡してるみたいなので向かいたいと思います。みんな道を開けてくれ。どいてどいてどいて、こっちに向かってきてるぞ。いる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 。うお、見てくれ、完全武装してる。やべえ、撃ってきた。これは面白くなってきましたね。これはトレバーさんの出番でしょう、確実に。ちょっともうちょっと近づかないとね。うおー、早速の黄金仕様の車が穴だらけになっちゃってるよ。ちょっとこれは普通のパトカーで追跡するのはめちゃくちゃ大変だと思うけど、今回は大丈夫。みんなどいて、危ねえ。めちゃくちゃ逃走中です。絶対逃してはいけないぞ。車体が重たいのかなかなか追いつかないぞ。さあどうするんだ。オッケー、そこまでだ。突っ込んだな、いけー、撃ちまくるよーし、やったぞ、敵を爆破したぞ。トレバーさんめちゃくちゃ強え。なになに、この車も、おー待って、なんかこの車ぶつかって逃走中。待てよーし、やったぞ信号機が壊れちゃったけど、この先で強盗事件が発生中みたいです。向かいましょう、行くぜー。うわ、めちゃくちゃボロボロになっちゃってるよ。これちょっと後でね魔改造屋さんに持って行って修理してもらいたいと思う。これせっかくのね金色でねめっちゃかっこいいのにね。だけどトレバーさん無傷だからね、すごくない？あんだけ撃たれてたのに全くダメージ食らってない。素晴らしいねこの防御力。他のパトカーじゃ無理だぞこんなの。そしてなんか走ってる人がいるんだけど、え、この人ではないよね。こっちのコンビニで、うわー君たちも走ってるね。どうしたんだ、ここで発生してるんだよね。さあ強盗とやらはどれだ。よし、ここで到着だ。強盗は今すぐ出てくるんだ。もしかして君か強盗は。で、そして、あ、この人別に音楽聴いてるだけだね。ルンルルンルンルルン。なんか誰か叫んでるみたいだね。さあ、ちょっとわからないので、店員さんの方に行ってみますか。いや、めちゃくちゃ怖いな。隠れてるわけじゃないよね。さあ、どうしたんだい？何が起こってるんだこれは一体。大丈夫ですか？あ、手錠かけられてたんだね、この人。ということで、手錠解除しました。すぐに来てくれてありがとう。やつをもう逮捕してくれたかって言ってるけどね。誰なんだ一体。そんな人いなかったと思うんだけど。ということで、ナンバープレート覚えてるみたいだね。すげえね。ということで、伝えておきました。よーし。やつを捕まえてくれ。だって。じゃあ、それじゃあ早速行きますか。見つかったみたいだね。そこか。早いね。ロスサントス警察めちゃくちゃ優秀だね。多分街中にね、カメラが設置されてるんだろうね。もうすぐ近くだぞ。ここ曲がりまーす。この先だー、行くぜー。パトカーの音聞こえてるかな、犯人に。逃げ出すんじゃない、この辺りにいるはずなんだけどね。どの車だ、もう君は逃げ切れないぞ。さあ誰だ、もしかして君か。さあ誰なんでしょうか、ぶつかってきたぞ。どっちだ、この車か。ということでこの車でしょう。コンビニの前にいた人じゃないか、この人。やべえ、見つかっちまった。あー逃げてるな、待て、信号無視して逃走中です。これは他のパトカーもちょっと呼んでみようかな。見つけたぞ、来てくれ。さあどうするんだ、めちゃくちゃ逃走中だぞ。どこに向かってる。さあてー、ここら辺でちょっとね撃ってみますか。誰も車いないね。よし、行けー、やったー威力やべえよマジで。ちょっとねバックアップ呼ぶ必要性が全くなかったね、それぐらい威力強いよ。よーし完璧だめちゃくちゃボロボロになっちゃったから魔改造屋さんにやってきました。これ改造できないだと、
嘘だろ、なんでできないの。まあ今日は特別だぞということで、外で改造してくれることになりました。よかった、これで新品になるぞ。ということでついにピカピカになりました。よかった、せっかくの金色の車両だからね、ピカピカじゃないとね。よし、それじゃありがとう、パトロール開始するよ。ビーチの近くを現在ゴールデン仕様の車両でパトロール中だ。ここは特に異常はなさそうだ。おー、ちょっと待ってくれ、めちゃくちゃ目立つ車発見。なんだ君の車、待つんだ、こんなの珍しいぞ。君どこに行こうとしてるんだ、怪しすぎるぞ。え、なんだなんだこの車。おー、逃げ始めたぞ。マジか、待ちなさーい。何してるんだ、なぜかパトカーをから逃げて信号無視までしてるぞ。すげえ危険だ。なんてことだ、どこに向かってるんだ。ビーチの方に逃げてる。よし、これはいいぞ。さあ止まらないということは、さあ行くぜー、待てい、撃ちまくれー。さあそしてさらに近づいて、こっから行くぜー、よーし爆破完了。トレバーさん警察からね、逃げてしまうとね、こんなことになってしまいます。めちゃくちゃ怖えなギャングの銃撃戦がまた発生中みたい。それはちょうどいいぞ、このパトカーの出番でしょう。よし、ここからめちゃくちゃ加速するぞ。行くぜ加速、そしてジャンプすっげえ速いぞこれ。さあみんな、ゴールデン車両のために道を開けてくれ、どいてね。またなんかボロボロになってきちゃったよ、直さないといけないね。さあそしてようやく到着です。めちゃくちゃいっぱい集まってるね、打ち合ってる打ち合ってる、すごいぞ。そこにトレバーさんが突撃、いけー、うわー、そこにもいた、いくぜー、打ちまくれー。よーし倒したから、そこだー、うわー、めっちゃ爆発してる、そこも打ちまくる、奥にもいるぞ、さあ打ちまくれー。やべ、撃たれてる。トレバーさんの体力がちょっとかなり減ってきてるから、この裏にいるのかもしかして。よーし突撃せよー。さあどうなった、倒したのか全員、すげー、全員倒せたみたい。うわまだだ、後ろから来てる。やべ、なんだこの車、撃ちまくれー。さあそして、おお、やべえ来てるぞ、キレイ倒した。そして奥にいるぞ、倒せー。よーし、さらに奥にもいる、やったー、これで全員倒したか。なんだ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 これ、突っ込んできてるぞ、やべえ、爆破しとこう。そしてまだ一人いるみたいだぞ、かなり撃ってるんだけど、お、倒せたか、よしよかった、ここかー、撃つぜー。よーし爆破完了だ。さあもういないでしょう、これで全員倒したね。やべ、この人しか生き残ってないんだけど、この近くで追跡中か。ちょっと体力半分でかなり危ない状況なんですけど、出撃せよ。ちょっとこれはヘリコプターをあらかじめ呼んでおこうか、逃しちゃわないようにしないとね。さあパトカー1台だけで追ってるからね、やばいぞこれ、逃しそうになってるぞ。見つけた、よかったよかった。こっちに来てるんじゃないもしかして、絶対そうでしょ、こっちに来てるぞ。さあここで、さあどっちに行った、あ、向こう側行っちゃったか。よし、それじゃあ行くぜー、追いかけよう。犯人はどの車に乗ってるかもわからないぞまだ、パトカーがなかなか追いつけてない。ヘリコプター早く来てくれ、逃しそうだぞ。めちゃくちゃ細い道に入っていったね、パトカーぶつかっちゃってるよ。ここは任せてくれ、行くぜー、ここら辺だね。どれだ、ちょ待って待って、バックしよう、急げ急げ、ヘリコプター来たね、よかった、これで大丈夫だぞ。少しだけ逆走してからのこっち側ですね、逃さないぞ。見えるんじゃない、もう少しで。見つけたー、あの灰色の車か。やべえ、どいてくれみんな、撃ちまくれ。よーし倒した、やば、撃たれてる撃たれてる、誰だ、そこか、
目の前で撃たれてた今。ということでやべえ、一面が火の海になってる。まずいまずいまずい、さすがにこれ炎耐性はないと思うからね、脱出しないといけない。やっべえ、めっちゃ燃えてるぞ。この頂上に電波塔があるんですけど、そこがなんか乗っ取られちゃったみたいです。やばすぎじゃないそれは。ということでトレバーさん頑張ってくれ、全員を排除しなければいけないぞ。あー見えてきたぞ。まだちょっと人数とかは全然わからないけど、どうなってるんでしょうか。さあ到着。おー、もうすでにパトカーとか特殊部隊とか到着してる。見てくれ、装甲車がもう囲んじゃってるね。ちょっと待ってくれ、この先なんか乗っ取られてるね、確実に。なんだ君たちはマジで、どこの軍隊かわからないが。嘘だろ、ロスタントスがなんか占領されてるんだけど。で、ところで君、警備員は何も気づいてないのか。ゲーム楽しい。全く気づいてないみたいだね、乗っ取られてることに。うわー、これはすごいな、めちゃくちゃたくさんいるぞ。ということでこれ絶対銃撃戦になるでしょう。やべえぞ、私に任せてくれ、ここは。よし、よく聞いてくれって言ってるね。我々の突入を心よく受け入れてくれないだろう。任せて、今から突入したいと思いますよ、このゴールデン仕様の車両で。よし、みんな道を開けてくれ。それじゃあ私の車が出発だ、到着、行くぜ、撃ちまくれ、爆破せよ、よし全員蜂の巣にするぜ、どこだ出てくるんだ、よし、あと少しなんじゃないこれ。3人いるみたいだね、撃ちまくれ。こんだけ撃ってたらもうこっちに来れないでしょ。さあ突撃、これがロスサントス流のやり方だ。お、すげえ、警備員には当たってないぞ。 OK 倒したか、これで逮捕できたね。まだ逃げてるのがいるね。さあ待ちなさい、トレバー警察突撃だ。こっから逃げ出したのか、もう下の方に行っちゃってるみたいだね。マジか、絶対逃さんぞこれは。よし、追いかけないといけない。さあまあ1人逮捕できたのでいいでしょう。あとの2人はどうなっても知りませんよ。さあこの下かな、見える？どこにいるんだ？ちょっとわかんないね。さあこの山の上登ってるっぽいね。ここから登っていきますか。見つかるかな？どこなんだろう？もうちょっと上なのかな？ここまで来ちゃったぞ。見つけた！さあ発見！よーし倒した。さあもう一人は、あー見つけたぞ、あそこだね。こっから当たるかな？当たれー、当たってないみたいだね。もう少し下まで降りてみようか。さあこんだけ下まで降りたらいけるでしょう。よーし、いけー。さあどうなった、やべー。でもなんとか倒すことができました。さあそして上の方ではどうなってるんだ。もうスワットの人たちも帰っちゃったみたいだね。到着よし、まあ一人は逮捕できたんでよかったでしょう。突入作戦大成功だな、よかったぞ。さあということでこの逮捕した人を警察署に連れて行きますか。ああ残念ながらこれは車両に入れることはできないみたいだ。こちらに護送車頼む。ということで護送車到着だ。今回はゴールド仕様のパトカーでパトロールしてみました。それではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。